三島神社は、東京都台東区下屋三丁目にある神社。本社は、伊予国一宮で、日本総鎮守と称される、愛媛県今治市の大山住神社である。上津姫命は、岩永姫命、下津姫命は、この花咲くや姫命と、考えられている。公安4年、河野道有は原稿に際し、氏神である、三島大明神に戦勝を祈願して出陣し、 三島大明神の紳士である白鷺の導きにより、花々しい武君を挙げたが、その基人にあたり、夢の中で、武蔵国豊島軍に、三島大明神を勘定せよというお告げを受け、上野山内の河野氏の館に放災したのが、始まりと伝えられる。慶安三年、徳川家光より、シャチーを命じられ、金杉村に先座した。さらに宝永七年、シャチが、 幕府の御用地となったため、浅草小揚町に移された。しかし、宇治神様が遠くて困るとして金杉、村あざ金杉町の日よけ稲荷神社社地に分霊を、勘定した。これが、金杉町の三島神社である。現在に至るまで、当社の歴代宮司は、河野道ありの子孫が務めている。なお、同じく、金杉村、根岸の宇子が、本社三島神社より分霊を誕生し、 熊野神社に合祀したのが、根岸一丁目の元見島神社である。ありがとうございます。